あ、探索パートだ。こっちは？なんか一瞬で見つかるけど。あ、この赤いケースって、日記に書かれていた赤い収納ケースじゃないか？いろんなものが入ってる。もしかしたらこの中に、ノリスケさんのスマホが入ってるのかも。探してみよう。あ、なんだこれ？うわ、なんだこれ？週刊誌だよな。なんで破れてん？表紙がひどくビリビリにされている。これ、ノリスケさんがやったんだよな。一体なぜ？ノリスケさんが追われていた理由と何か関係があるのかな？考えてても何もわからない。これもウールの留守電メッセージを聞けば何かわかるのか？確証はないけど、今はウールに残されたメッセージを聞いてみるしか方法がない。ノリスケさんのスマホを探さないと。おー、出てきた！ iPhone だ！あった、スマホだ！やっぱり日記に書かれていた内容は間違ってなかったんだ。これでこのスマホの中にノリスケさんの声の録音が入っていれば、ウールの留守電メッセージを聞くことができるぞ。よし、それじゃあ早速スマホに保存されたデータを確認してと。またパスワードかかってんじゃない？あ、電池切れだ。あー、電池はね、寝室にあったね。充電器が。あれ、電源がつかない。充電切れか。ああ、どこかに充電器はなかったかな。じゃあ充電しに行こう。はいはいはい。はい。こっち、サクサクプレイよ。これ。あった！充電器だ！よし、それじゃあコードをつないでと。電源がついたぞ。ノリスケさんが残した声の録音は、これだ！ボイスレコーダー機能！よし、音声ファイルを一つずつ再生してみよう。ウール、今日の天気は？ウール、お気に入りの音楽を流して。ちょ、俺にもノリスケボイス聞かせてよ。なんか絶対イケボだよね。ウール、電気を消して。へえ、いろんなメッセージを吹き込んでるな。ウール、今日の運勢は？ウール、牛丼の出前を注文して。ウール、すごいな。牛丼の注文まで。なぜピンポイントで牛丼を注文するボイスを録音してるんだろう。まあいいや、気にしないでおこう。それにしても技術の進歩ってすごいな。ね、俺も知らん技術だわ。出前の注文なんかもできるのか。で、感心してる場合じゃない。とにかくどんどん再生してみよう。お、来た。ウール、留守電メッセージを再生して。あった、これだ。よし、この音声を使えば、ウールの留守電メッセージを聞けるはず。早速試してみよう。お、じゃあ行くか。はい。じゃあウールにやるよ。ほい、ウール。ウールだ。よし、さっき見つけたスマホの音声ファイルを使って。P。ウール、留守電メッセージを再生して。これでどうだ？お、いけた。本人の声と一致しため。あ、この反応は今までと違う。留守電メッセージは54件だめ。メッセージの新しい順番に再生するめ。やった、これで留守電メッセージを聞くことができるぞ。ゆきなりくん、今のって。ふん、スマホを見つけたのか。あったよ。まあやるじゃん。お前らむしろどこ見てたんだ。やったね、ゆきなりくん。あ、ありがとう。うん、喜ぶのはまだ早いぞ。この留守電にノリスケが何者かに追われているという決定的な証拠があるかどうかに聞いてみなければわからん。確かにそうですね。とにかく一つずつ聞いてみよう。無言ばっか？ええ、知り合いからのメッセージだったって。手がかりになりそうなものは何もないか。無駄足だったかな。次で最後みたいですね。次のメッセージだめ。〇月〇日午前4時11分。午前4時？早いな。そんな時間に電話なんて一体誰だろう。それにこの日って今から1ヶ月前くらいじゃない？し、静かにしろ。あれ、これもしかして本人じゃない？くそ、もう逃げ切れない。この声はスマホに録音されていた声と同じ。ということはこの留守電を残したのはノリスケさん本人？この通話もすでに盗聴されているかもしれないけど、もう他に手段はない。心ある人がこのメッセージに気づいてくれることを願う。いいか、よく聞いてくれ。学校に行く日も休みの日も、俺はある場所で必ずその顔をよく見る。そいつの背後を調べる。背後を調べろ。あんたも絶対に見たことがあるはずだ。いいか、そいつの背後を調べるんだ。何、銅像とか？そうすればきっと。いたぞ、こっちだ、追われてる。くそ、見つか。ああ、電話切れた。
メッセージは以上だめ。え？何？今のメッセージ。怖い。これではっきりしたな。クリミア・ノリスケは何者かから追われて逃げていた。雪なりの推理は正しかったようだ。こりゃただごとじゃなさそうだね。なんか急に事件のリアルさが増して怖くなってきたんだけど。大丈夫？雪なりくん。うん。そういえば、さっきのメッセージの中で、ノリスケさんが何かヒントのようなものを喋ってたな。ヒントのようなもの？聞いてたか？はい。あ、なんか背後を調べろってやつか。確か、心ある人がこのメッセージに気をつけていてくれることを、間違えた、気づいてくれることを願う。学校に行く日も休みの日も、俺はある場所で必ずその顔をよく見る。そいつの背後を調べろ。顔と背後。あんたもそいつを絶対に見たことがあるはずだ。なんだろうね。いいか、そいつの背後を調べるんだぞ。でしたっけ？ああ。なんだろう、これ。どういう意味か、さっぱりだね。うん。そもそも、ノリスケさんが言ってる、そいつって一体誰のことかな。ノリスケさんがインターシップで働いていた、財務省の職員とか？ええ？いや、それなら学校に行く日や休みの日にも顔を合わせることはないだろう。そっか。それじゃあ家族とか？いや、それも違うね。見た限りこの人は一人暮らしだから、そんな毎日家族と顔を合わせることはないでしょ。確かに。それに、彼はメッセージの最後に、あんたもそいつを絶対に見たことがあるはずと言ってた。ということは、僕たちも見たことがある人物ということになるでしょう。なるほど。ノリスケさんは学校に行く日も休みの日もある場所で必ずその顔をよく見ていて、そいつは俺らも見たことがあるか。ノリスケさんが言ってるそいつって一体、ゲンゴロウさんじゃない？小泉さん、小泉さん。謎だな。そうだね。ん？待てよ、もしかして。わかった？どうかしたの？コウさん。うむ。彼は留守電メッセージの最初に、この通話もすでに盗聴されているかもと言っていた。つまり最後のメッセージは暗号だった可能性はないか。何？暗号？また謎解きか。もしそうなら、そいつっていうのは人物を指しているとは限らなくなるね。あ、やっぱ銅像じゃない？俺のあれじゃ予想当たったんじゃん。なるほど。思ったんだけどさ、彼がウールに留守電メッセージを残したってことは、彼はこの自宅で誰かがメッセージを聞くことを想定してたわけだよね。うん。これはあくまで想像でしかないけど、もしこの暗号が人物ではなく、自宅のどこかにある情報を隠している場所を示しているとしたら、え、そっち？人物ではなく、場所？まあ、あくまで想像だけどね。なるほど。学校に行く日も休みの日も、俺はある場所で必ずその、顔をよく見る。確かにこのメッセージが自宅の何かを指しているとしたら、自宅にあるものだから、ノリスケさんがそれと毎日顔を合わせていてもおかしくはないし、うむ、ウールじゃない？違う？とにかく今は早く手がかりを見つけたい。もう一度自宅の中を調べてみよう。うん。学校に行く日も休みの日も、俺はある場所で必ずその顔をよく見る。そいつの背後を調べろか。一体どこのことだろう？え、ウールじゃないの？俺絶対ウールだと思うんだけど。ウールタッチしていい？あ、違う。え、マジか。え、ウールじゃないならなんだろう。みんなに話しかけてみる。ふん、変な暗号まで残すなんて。ここに住んでたやつはよほど隠したい何かがあったようだな。そうですね。学校に行く日も休みの日も、俺はある場所で必ずその顔をよく見る。ふむ、つまり毎日見るものだということだな。そうですね。コウさんは毎日見るものって何がありますか？俺が毎日見るもの？うむ、ミントの顔は毎日見るな。もう本当続行なんだから、ミントに。ミントってコウさんの飼い猫の。うちにもコゲマルっていう今飼い猫がいるよ。可愛いんだ。ああ、そうだ。コウさんが毎日見ちゃうなんてよほど可愛いんですね。それは、今は俺のことなんてどうでもいいだろ。照れてる。とにかく早く暗号を解くぞ。そうだね。ともや。学校行く日も休みの日も俺はある場所で必ずその顔をよく見る。ともやくんはこの暗号に意味わかった？
これってつまり毎日必ず見る顔ってことだよね。鏡だ、わかった。おそらく僕が毎日見る顔は、朝学校に行くとき必ず雪成くんの顔を見るかな。あれ、これやっぱ二人はホモか。え、俺？うん、だって毎日待ち合わせて学校に行ってるからね。そりゃまあそうだね。ああ、それを言うと、ゆうとくんやこうさんの顔も毎日見てるね。ともやはどこか天然だよね。抜けてるよね。放課後、部室で会うもんね。結局よくわからないね。そうだね。毎日必ず顔をよく見るものか。ゆうとに聞く？なんかディスられない？学校行く日も休みの日も俺はある場所で必ずその顔をよく見る。のりすけさんが残したこの暗号。ゆうとくんは必ず毎日見るものってある？僕が毎日見るもの、それって別に聞かなくてもわかるでしょ、ポンコツなり。おい！まあおそらく、ゲームでしょ。正解、ポンコツなりにしては鋭いじゃん。あ、ありがとう。いや、そういうありがとうって言っちゃうから舐められるのよ、ゆきなり。まあ、風呂場行こうか。多分自分の顔だと思うんだよな。ほら、来た。洗面所にある鏡だ。鏡には俺の姿が映っている。あれ？横の髪が跳ねてる。今朝ちゃんと寝癖は直したはずなのに。ああ、そうか。さっき夜に備えて昼寝したから、また寝癖がついちゃったんだ。さっさ。はあ、毎日鏡を見て寝癖を直すのって結構面倒なんだよな。ん？毎日？学校に行く日も休みの日も、俺はある場所で必ずその顔をよく見る。そいつの背後を調べろ。そうすればきっと。そうか。学校に行く日も休みの日も顔を見る場所。もしかして、それってこの鏡のことを指してるんじゃないのか？俺の名推理褒めて、ゆきなり。だとしたらそいつの背後を調べてっていう意味は、鏡の裏ってこと？あ、この鏡の奥に収納スペースがあるみたいだ。ということは、ガチャ。鏡の背後ってことは、これは、何かメモ用紙が貼られてる。ペラ。また暗号 ?4288E-4-1302。なんだこれ？なんだこの文字。また暗号。とにかく、コウさんたちにこのことを伝えよう。まあね、頭使うのはコウ君とユウトに任せようぜ。あ、じゃあ消費して進む。それからしばらくして、428、漢字の8、E-4-1302、王と姫。わかんない。これが雪成の見つけたメモか。まさか留守電メッセージのそいつが鏡のことだったなんて。よく見つけられたな。褒めて褒めて。ゆうとが悔しがってる。いやー、見つけられたのはたまたまというか。ふん。コウさんに褒められたからって、あんまり調子に乗らない方がいいよ。一時つかがってくるね。別に調子になんて乗ってないよ。ほーん、どうだか。なんなんだよ、もう。雪成くん。ほん？ゆうとくんも悔しいんだよ。え、悔しい？うん。さっきね、絶対に僕が見つけてやるって息巻いてたんだ。それを先越されたと。どんまい言うと。そうなの？ふ、多分ゆうとくんもこうさんに褒められたかったんじゃない？なるほど、そういうことか。ねえ、何こそこそ話してるの？なんでもないよ。ちょっとこっちの話。ほーん。あははは。ふふ。おい、無駄話はその辺にして。さっさとこのメモの文字列について考えるぞ。そうだった。ふむ、4288E-4-1302、王と姫か。まあ、わかりきってるけど、これは暗号だよね。だな。追われていたノリスケさんが、こんな手の込んだ方法で手がかりを残したってことは、この暗号を解いた先に何か重要な手がかりがあるのかも。そうかもしれないね。それさえわかれば、行方不明になったノリスケさんの居場所もわかるんじゃないかな。ああ。ん？どうしたの？雪成くん。突然そんな顔して、体調でも悪いの？お、じゃあ続きやっていく。はい。いや、そういえばさ、さっきからずっと気になっていたんだけど、はあ？ノリスケさんは誰かに追われていたんだよね。うん、それがどうかしたの？だとしたら、俺たちがノリスケさんの部屋にいるのって、かなり危険なんじゃ。あ、これやばいか？そうか。それは確かに。その時だった。あらら。あ、誰か来たよ。
誰か入ってきた。まさか俺たちがノリスケさんを探していることがバレて。いや、そんなはずは。今はそんなことどうだっていい。早くここから脱出しないと。同じ盗賊のメンバーじゃない？怪盗か怪盗。やばいよ、この部屋に近づいてくる。みんな早く隠れなきゃ。隠れるって一体どこに？何？ベランダ岩盤じゃない？ベランダに隠れるのはどうかな？ベランダ？うん、こういうマンションで隠れる場所って言ったらベランダって決まってるよ。浮気現場が見つかりそうなカップルじゃないんだから。え、ダメだった？とにかく今はそんなこと言ってる場合じゃないよ。しかしこの部屋にベランダはないぞ。あちゃー、マジか。あ、これだからポンコツなりは。ごめん、だけど今は早く隠れる場所を見つけなくちゃ。押し入れ？あ、開けられた。しまった、間に合わなかった。そこを動くな。誰？くそ、遅かったか。どうしよう。お前ら生きて帰れると思うなよ。積んだ。あれ、でもライフ消費だ。ストーリー的には合ってるっぽいよ。あれ、今第2章が始まった。忍び寄る影。これまでのあらすじ。クリミアノリスケを盗めという極秘依頼を受けた怪盗団たち。あー、かっこいいね。池袋を拠点として活動するマスクドウルフ、渋谷を拠点として活動するフォレストブラザー、原宿を拠点として活動するネゴキャッツ、にゃー、かわいい。浅草を拠点として活動する館。そして歌舞伎、新歌舞伎町を拠点として活動するピノノワール、サトルさんがマジヤンキー。この5つの怪盗団が今回の依頼を受けることになった。マスクドウルフの雪成たちは、ターゲットであるクリミアノリスケの自宅を調べ、ノリスケが何者かに追われていたことを知る。しかしその直後、雪成たちは謎の人物に追い詰められてしまった。雪成たちが絶体絶命のピンチの中、その一方では他の怪盗団も密かに動き出していた。ここは新宿歌舞伎町にある隠れ家バー。表向きは普通のバーガーだが、なんか下回ってない。怪盗団ピノノワールの本拠地という裏の顔がある。ほんほん。怪盗団ピノノワールの噂は数知れず、警察組織でその名を知らない者はいない。彼らは一般人の皮をかぶり、真っ当な仕事に就きながら裏で怪盗業をこなす。しかし誰も彼らの正体を見た者はいないという。なんか本当にプロっぽいね。神出鬼没の大泥棒、それがピノノワールだ。あ、まだ見れないのか、コスチューム。見たいな。おーい、おさむさん、さっきからブツブツ何言ってんだ。おや、たくやさん、聞こえてましたか？ふふ、すいません。今ちょうど、飛ばしちゃった。怪盗小説に夢中になってるって言ってたね。また新しい小説っすか？すごいっすね。じゃあ今の語りはおさむさんが語ってくれてたのか。いやいや、全然すごくないですよ。私の小説なんてアマチュアレベルですから。でも教師をやりながら小説を書いて、さらに怪盗業もこなすなんてブラックだな。超ハードワークじゃん、ハードワーク。寝てないんじゃないっすか？いや、正直教師の方は私にとってどうでもいいですからね。うわ、出た。仕事の時もほとんど小説のことしか考えていません。これまさかまたいじめ見逃してるんじゃない？おさむさん、大丈夫？そうなんすね。まあそれでも小説書きながら教師やるなんて普通できないっすよ。そんなに褒めても何も出ませんよ。そういう拓也さんこそ俳優の仕事をやりながら回答してるじゃありませんか。これも結構すごいことだよね。まあ確かにそうっすね。それならすごいのはお互い様ってことですね。そう言われると照れますけど、まあそういうことになりますね。ところで、美穂さんと悟さんはデートしてんじゃん？ああ、二人なら向こうに。ねえ、悟さん、倉庫でいい赤ワインが見つけたわ。一緒に仕事の話でもしながら、一杯どうかしら。美穂さん、少し飲みすぎでは？そんな飲んでんの？また弁護士事務所で何か嫌なことでもあったのかい？ふう、さすが精神科医ね。何でもお見通しかしら。あ、いや、別に、そんなにお酒を飲みたがるから。相当ストレスが溜まっているんだろうと思って。そうなの。職場の無能な上司にムカついてしょうがないの。弁護士ってもっと有能な人が多いと思ってたけど。案外無能が多いのよね。わ、厳しいな。そうですか。まあでも医者も似たようなものだよ。医師免許を持っているだけで仕事ができない人間は大勢いる。そうなの？私のように血が苦手な人間なんて外科ならさっぱり使い物にならないよ。だけど悟さんは精神科医でしょ。人の心を見抜くのは悟さんは得意じゃない？
それはまあ仮想かもしれないが、この世界のサトルさんはいい人っぽいね。ふふ、どうやらサトルさんもいろいろ悩みを抱えてそうね。今日はとことん飲みましょうか。弁護士である私が悩みを聞くわよ。あれ、この二人すごいいい雰囲気。それはありがたい話なんだが。だが美穂さん、そろそろ私たちも動き出した方がいいんじゃないかい。どうやら他の回答団はすでに動き出しているらしいし。ふふ、大丈夫よ。私たちはこのまま待機していましょう。なんだその余裕は。大人の余裕だね。じゃあ一旦ここで終わろうかな。うん、それではまたね。